こんばんは、ジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今日も一言あります。今ですね、概要欄から LINE のお友達を募集してます。 YouTube では話さない深いお話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。チャンネル登録をお願いします。では今日はですね、より好きな女性にモテる、テクニックというお話をさせていただきたいと思います。ね、昨日ね、好きな女性にモテるテクニック、今日はよりですね、好きな女性にモテるテクニックのお話なんですけれども、やっぱりですね、人っていうのは第一印象がめちゃくちゃ大事だったりするんですよね。なので、見た目っていうのは服装です。服装を相手の女性がどういう服装が好きかっていうのをあらかじめリサーチして、それで相手の女性が好きそうな格好をすることがものすごく大事になってきます。例えばカジュアルな服を着ている女性だったら、男性にも結構カジュアルで、素敵な格好をしてほしいと思ってる人が多かったりするんですね。で、綺麗めの格好の人だったら、綺麗めの格好をしている男性を好むことがすごく多いです。なので、相手の女性が好む格好をすることによって、より自分が好みの女性に好かれることができますので、ぜひリサーチしてみてください。ではですね、後から出ますけれども、メルマガから5つの動画をプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。概要欄から LINE の友達を募集してます。 YouTube では話さない深いお話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。メルマガ、LINE、そして YouTube のチャンネルすいません、登録の方もお願いします。ではですね、今日はすいません、カットしようって、はい、しません。最近ね、機種変をしたんですけど、Google ホームをもらったんですね。 Google ホーム知ってます？で、その Google ホームに最近話しかけてるんですけど、ちゃんと音楽聴きたいって言ったら聞かけてくれるし、切ってって言ったら切ってくれるんです。でも OK Google っていうのが恥ずかしくって、ねえ Google って話しかけてます。結構ね、あ、今反応しちゃったかも。はい、あなたも Google ホームなんか可愛いんでやってみてください。では今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日。